す。しいんじゃないかなと。ほら、こうすればお互いに顔は見えないから。私もそんな気がしてきた。だってヒロ君いきなりパターンって寝ちゃうんだもん。急病にでもなったのかって思ったくらい。ヒロ君が何か思い出してるよ。私、頭の中で裸に向かれて縦にされたり横にされたりしてるんだろうな。ダメ。私朝ごはん作るから、食べたら学校行こう。いいから行くの。まだヒリヒリするんだもん。今はちょっと無理だから。じゃあささっと作っちゃうから、その間にヒロ君はシャワーでも浴びてきたら。かと思ったんだけどね。そのシャワー浴びたらヒロ君に触ってもらった時の感触が消えちゃいそうな気がするから、もうちょっとこのままが良くて。二人で恥ずかしいカップルになればいいじゃん。チェ、そうだ、下着だけでも変えておかないと。待ってて、お願い。
ケイちゃん、頑張ってるね。私も運動は大体自信あるけど、多分、バスケやったらケイちゃんには勝てなさそう。そうだね。でもケイちゃん、頑張りすぎじゃないかな。体壊しちゃいそう。ケイちゃんって、ヒロ君に似てるもん。その右腕みたいになっちゃったらどうするの？毎日一緒にいて、絵を描いてるところ見てればわからない方がおかしいよ。ケイちゃんだって、ヒロ君みたいに痛くて痛くてしょうがなくても、続けちゃうんじゃないの？続けるの？それは自分の存在を他の人に知ってもらいたいってことじゃないの？一人ぼっちの痛みには耐えられない。痛み止めなんてあるんだ。それ意味あるの？ヒロ君さ、さっき何か迷ってたよね。嘘つきは嫌だよ。何も言われないのが一番嫌いだけど、その次が嘘をつかれること。覚えておいてね。試合？勝てたら？うん、ヒロ君にだって秘密があってもいいもんね。でも試合見に行くの？欲しいな。ケイちゃんの試合を見に行くのと。私と一日中エッチするのと。どっちがいい？ヒロ君は分かってるはずだよ。選ばなくちゃいけないって。分かってるんだから、知らないふりしちゃダメ。ヒロ君がそういうことしてたら、私だって、優しい私でいられなくなる。
ちょっとお兄ちゃん、そんなにじろじろ見ないでよ。もう、後で私の練習にも付き合ってもらうわよ。偉そうなんだから、本当のお兄ちゃんみたい。頼まれて練習試合を撮影してたんだけど、
っちもいろいろあるんだよ。そんなことはどうでもいいから黙って聞け。進藤さん、試合の途中でぶっ倒れて運ばれてったんだよ。だから進藤さんが倒れたんだって。走ってる途中でいきなり倒れたけど、意識がないわけじゃなさそうだった。まだ試合は続いてるから、俺は現場離れらんないけど、とりあえずお前には知らせておいた方がいいと思って。多分大したことないと思うけど、様子見に行ってやれよ。